今日はですね、浅野さんに来てもらったということは、何をやってもらうかというと、はい、コラボ問題についてですね、うん、あんまよく知らないでしょ？あの、なんか、ちょっと気持ち悪いイメージ。ある。はい、ああ、なるほどね。この辺ちょっとね、ゼロから、ね、はい、サウナ大好きグラビアアイドルでもわかるようにですね、はい、解説していただければと思うんですが、浅野さん、コラボ問題。端的に言うと何が問題なんでしょう、はい、これはまず会計上の不正の問題が大きく一つございます。はい。補助金の不正受給ってことですね、簡単に言うと。補助金、委託費、一時保護費、生活保護費。はい。まあ、それぞれに補助金の入り方は別になりますけれども、はい、それぞれに問題があるというふうに私は睨んでおりますし、また2点目はですね、はい、自主事業で行っているであろう、まあ、弁護士を巻き込んでの親子喧嘩をした時の子供を支援措置の名のもとに取り上げるというのが今後大きくクローズアップされると思います。実は私の選挙中も、何組かの親御さんが相談に来られて、私何時間も実は選挙一旦中断して、お話を聞いてました。はい、親子喧嘩をした時、まあ、必ずあるじゃないですか。ありますね。はい、これの時にそういった団体に出会ってしまうとですね、はい、それは大変だ、それはもう親の方がひどいと、はい、DV なんてないのに簡単に DV だとかいろんな理由をつけてですね、はい、左翼系の弁護士がその支援措置をかけると。なるほど。で、一時的にもちろんシェルター等に入れる可能性っていうのはもう子供によってはある可能性はあるんですけども、はい、それを確認することのない今のまあ行政とか法律的な部分も他の裁判例から見ても問題だというふうに指摘されてるんですが、はい、その上でいわゆるその2年も3年もそのままその生活保護に勝手に移行はするわ、子供隔離したままですか？子供どっか連れてっちゃったまんま。そうです。一切親とは連絡取らせません。親と連絡取れない何年間も、で住民票も都庁とかに勝手に移します。あ、そうなんですか。ですからどこにいるかわからないです。まあ、ただしあちら界隈の写真やなんかに写ってるので、はい、そういうところにいるのは分かってはいますけれども、これプーチンと変わんないですね、これね。そんなことしたらね、パスポートを準備してるんですよ。パスポート、ですから、はい、海外に何らかの理由で、まあ、一時的であればまだ問題はそれほどでもないですけども、はいはい、長期間動かされてしまうと今後その子供を救ったりとか、はい、実際にアプローチすることがかなりしづらくなってくるので、これは大きな問題だと思います。なるほどね、はい、今後はじゃあちょっとその子供の囲い込みというか、まあ、シェルターに保護するという名目で親に何年も会えなくなるという問題をクローズアップしていかなければいけない。まず一義的にはですね、はい、私がこれまで発表してきている通り、はい、この生活保護費の不正受給、はい、こちらについてはもう近いうちにはっきりさせますので、お、まあ、これはこれで先ほど言った通りお金の問題は追及をしっかりやります、はい、で今エビデンス等をしっかり集めておりますので、今後その子供のこういった連れ去りに近いようなことについては、はいはい、国会議員たちにもしっかりとアプローチをして法律的な見直しですが、行政のシステムとして単純に警察だとか児相が勝手にそういう団体に簡単に明け渡してしまうようなことへのその継承といいますか、改正をさせながらですね、その上でこういった問題をまあ解決していかなければならないと思います。なるほどね。これ今あれなんですか、法律的にはそれ児相が渡しちゃうと合法的に隔離できちゃうということなんですか？そうなんですよ。弁護士からの支援措置のもと DV に疑われるような形だということにすると、はい、一方的に親には聞き取りとかもせずにやってしまう可能性があるので、まあ確かにね、子供の虐待の問題ね、結構大きくクローズアップされてますから、まあ、はい、亡くなる前に保護しろみたいな意見もありますよね。そうなんですよ。で、それは私も実際に児童虐待防止条例なんか作ってきた立場からすると、はい、短期間のその保護というのは本当に必要なケースが多いので、はい、それは問題ないと思うんですよ。なるほど、なるほどね。だからそこから支援措置の名のもとに完全に親子を引き離すというのはまた別の問題だと思います。はい、なるほどね。何年も引き離しちゃう、はい、ということなんですね。そうです。もう一切連絡取らせません。なるほど。どうこれ知ってた？お子さんは親に会いたがった場合はどうされてるんですか？まあそもそも会いた方々が保護という名のもとに子供を取り上げた後というのは連絡を取らないようにっていうことでそのように指導していきますから、うん、連絡取らせないんですか基本的に？はい、ね、実際にそれはもうシェルターの中で生活してる子供たちからも聞いてきました。まあ子供じゃないですけど、そう、浅野さんちゃんとね聞いてるんですよ、そういうの。へえ、はい、そうそう、ちゃんとそのシェルターの中でちょっと逆にもう取りたいんだけど取れないみたいな声はやっぱあるんですか？来てるんですか？はい、親に連絡取らせてもらえないという声があると、はい、どうこれ？やっぱ気持ち悪い。いや怖いね。なんかこう事前っぽい感じ、はい、よくしてあげるよっていう感じで、結果自分たちがこう得するような感じに
してる感じでしょ。そうですね、まあ、それが疑われますよね今の感じだとね。あの、はい、どこのお宅でも、うん、やはり思春期の子供たちが親との反発で、はい、一時的にこんな家出てってやるって思う時って、まあ、ありますよね。一度や二度はあると思うんですよね。一度や二度ある、うん、でそんな時に本当にそのあ君の生活ちゃんと面倒見てあげるからそんな親のとこ出ておいでって甘い言葉で誘われてですね、はい、出て行ってしまって、うん、その子の人生が大きく本来であれば例えば進学があったりとか、はい、いろんな問題がある中でそういう風にして人生が狂ってしまうっていうことも私は十分あると思ってますし、なるほどね、そもそも親が本当に DV なんかしていなくてですね、はい、子供の面倒を見る意思があるにもかかわらず住民票から外させて生活保護に移行させるというのはこれも大きな問題だと思いますよ。そうですね、まあ、その辺の手続きをもうちょっと厳格化しなければいけないということですかね。簡単にそうですね。それでまああの両側にやはり確認をしていかないとまずいと思います。子供から一方的にじゃあ例えばすごく怒られたからこれは DV だっていうことで認めるだけではなくてですね、はい、数日間保護する中で本当にそれがあるのかどうか、はい、その親御さん側からも聞き取りをしっかりやっていかなきゃいけないと思います。なるほどね、はい、最近よくね親ガチャとか言ってね親のことをこうディスる風潮ありますけど、なんかこういう流れに加担しているような気もしないでもないんですがどうですか。まああのそれをやっている弁護士の方々のお名前を見るとですね、はい、もう明らかにそちら界隈と言われる方々が中心になってやってるように見えますから。なるほどね。まあ弁護士会の中でもあの子ども人権110番などのように本当にそういうものに寄り添っていこうということをされている方々はたくさんいらっしゃる。そうですね。ですからやはりその一部の偏った方々にお願いするのではなく公正にこういったことは事業として進めていっていただきたいなというふうに思います。なるほどね。あの例えば NPO でもねあの小杉さんみたいな方でね本当に居場所を作ろうと思って頑張っていらっしゃる方も結構多いんですよね。ちゃんとしてる方もね。そうですね、はい、明日か明後日ね私呼ばれてるので小杉さんのラジオの方にも出演させていただきますよ。そうなんですか。はい、はい、小杉さん本当にご活動されててであんなにお金いりませんっておっしゃってますよね小杉さんはね。だからああいう理事の方が何千万も給料取るなんていうのは普通ありえないですよ。寄付とね補助金でやってる事業ですよね。慈善事業ですから、まあ、商売みたいになってるんじゃないかみたいなね、今、そういう声もありますけど、はい、ネットではね。はい。はい。